おっと、黄昏時ではないか。トワイライトプリンセス。スーパーマリオオデッセイトワプリ。オデッセイを直せるだけのパワーも見つかってよかったよ。さてさて、これでも読んでおこうかな。ワンポイント、転がる。早く進みたいときはね、転がれ。しゃがみながら Y を、しゃがみながら Y でいいんだ。振らなくてよかったんだ。だってさ、アスカ文化アタックが使えます。そうそう、都市の国調べてるとこだったんだ。ビル立ち並んでる大都会だよ。夜になっちゃった。都市の国、ニュードンクシティ。クッパが占拠してますな。もう着いた。おお、ビルの上の邪魔者、邪魔者すぎるだろう。ハープ、ハープ。やっとたどり着いたけど、大変なことになってるね。見たらわかるわ。なんだっけ、大電池ナマズ様がいなくなって、いや、それ違う作品だ。あ、見てよ。クッパの船だ。早く行かないと。なんかもうすでに1個、あ、そうか、 A でワープした先で1個もらったな。なんかもう1個持ってんじゃねえか。バイオハザードの最終ステージが始まりそうだな、ここ。なぜあんなところ。ポリン市長、ポリーン、あ、エスポリン、お前いつの間に八頭身になったんだい。おう、マリオ、こんな時に来られるとさんやんねえ。怪物来てから待ちわれる一方なのよ。結婚式の宣伝をしているようですけど、私たち招待しているのかしら。一体どうしたらいいんですか。 SP、 マリオすっげえ近づいてるけど OK か。所詮市長だから SP でもないのかもしれない。ほっと、おう、高さが足りない。街は危険です。行くぜ。中間、街の外れ。なんかいっぱいいるわ。蚊かな。怪しい生物が進化した。進化早っ。一斉に進化した。戦車もいる。うわ、こんな怪しい街住みたくねえわ。そして、ここはなんかメダル、記念メダルみたいな。あっちっち、スクーターがある。私の原茶が火を吹くわ。 Y アクセル、どうだい、体当たりはダメージしっかり食らう。ちっちゃいのぐらいなら跳ねれる。ちょい、あー、という夢を見たのさ。バイク乗らない方がいいんじゃねえかな。危なくね。もしかすると免許を持っていない可能性が。結構運転しにくかったですね。入りまーす。いつまでここにいればいいっていうの。収まるのを待つしかないのです。ようこそお越しくださいまし。ビルダー帽、ビルダー服、マリオメーカーのやつか。ゴルフ帽、ゴルフ、ああ、マリオゴルフのって意味ね。びっくりした、これがゴルフの服ではないよって思っちゃったわ。ポリス金色なんだけど。ダイヤトーク、金の方お願いします。あ、だろ、 I just fucking day って言わなかった今、違う、俺のヒアリングがダメなだけか。 OK、 まあまずは金で。ニュードンクシティでお買い物。じゃあ私もね、タキシード、タキシードになろう。金、お、足りるな。
スキャットマンマリオ。パーポーペーパ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 ー。ちょっとごまかしてしまった。知ってるよ。スキャットマンマリオ。エビバディスキャットマリオ。ここに逃げ込んできたのさ。外どうなっているんですか。マリオ大丈夫。あれ乗り捨てたはずのゲンちゃんがない。よこせ、てめえの体をよこせ。そこは、回復だけ。ぶっ壊していくぜ。すべてを破壊する。私が破壊する。力こそパワー。とりあえずあの中間までは行っておきたいな。まるでクリボーがメットールのようだぜ。ここも壊せるかな。吸い込まれていく。うん、射程距離あるね。さすがに普通に考えたらわかるけど、ここ現地で走るとか頭おかしいんじゃねえかだよね。そらここは現地で走ったらあかんとこやで。建設現場りゃあうまい、りゃあうまい。そらここ現地で走ったら落ちるわ。クリボー、クリボーのプラスは滑らない、滑らない、滑らない。これぐらいなら乗れな。あの上行けそうなんだよな。この上ありそうだな。いらっしゃい。あーちょっと足りんか。足りんな。全部してもでもダメそうだな。ここか。ほっ、こうか。4段ぐらいで足りた。足りギュッよっ。ワンダフー。あんなところに土管が見える。ショートカットしちゃってない、これ。もしかして。そもそもこの今向かってる道が正規の道かどうかすらわからないというね。まあせっかく来れたんだから、じゃあ飛び降りようか。まさしく探索型マリオ。しかも今回は全然ムーンが見つからないんだよ。大丈夫？キックドロップもしかしてこれなし。あれないよ、そんなものないよ。コロコロコロ。振らなくていいんだった。ワイでいいんだった。ん？しかし何もない。これはあれか、とりあえずクリアして街が平穏な状態になってから探索した方が良さそうだな。だって何もないもん。すごい戦車の数だ。
だからどうしたかあんけど。この階段から上に行けそうだよ。とりあえず行ってみよう。よし。こういう裏とかも行けるんだけどな。ちょっとずれてる。こんな事態になるとはどうしたものか。ヘリパーク。でもこれが下に繋がってんだよね。とりあえずね、なんかクッパのところっていうのも。中に入れまーす。ニュードンク、視聴者内部。あ、でもこれでやっとちゃんとなんていうかアイテムが取れそうな。あー、1枚しか入ってない。これなんかあんのかな。ですよね。もうせめてパープルコインぐらいは用意しておいてほしかったな。ノーマルコインだけ。あ、お前らの目は節穴だな。100枚もある。ここノーマルクリボーにやられる私。あの蚊超速いんですけど。嘘だどー、嘘だどー。急にシゲチみたいな喋り方になっちゃった。嘘だどー。トン。あーびっくりした。柱に向かって B で捕まる。もう上から戻ってくるからな。はっ、降りる。登る。振ると早いんだぜ。これショートカットか。いけそうだよね、これ。怖いけど、やってみようか。よし。ん？上ある？上ない。よし。とりあえず正規ルートも行ってみよう。怖いわ、いろいろ。これね、ほんとね、きつい。視界がやっぱ一番きつい。あ、ポスター飛ばせんのね。ってことはやっぱ向こうの奥なんかあるな。うん、こっち普通のノーマルの進む道っぽいから。はっ、これはもう行くしかないね。余計なことをせずに押しっぱ。きつ。もうほんとね、これやめてほしいんだよ。
3D じゃなくて 2D でやらせてほしい。こういうところはもっと上の方か。このイラッとか、あーん、焦るんじゃない。俺はちゃんと真右を押してるはずなんだけどな。この辺か。よしよし、はあ、よし、あった。視聴者の置き忘れ、そっちじゃないんだ、その辺かな。で、ここから一気に行けばいいか。よし、ふう、よかったよかった。このやっぱ 3D 状態から急にね 2D になるけど、実際 3D で動くっていうのがきつい。つうかこの視聴者穴だらけすぎねえか。こんなとこで仕事できねえぞ。よし、中間、上に上がった仲間が戻りません。そいつが大変だ。とりあえずね、一周して何もないことを確認してから、私は電気で上がります。電気電気来た。よし、たどり着いたぜ。電柱、このままではエネルギーが全て吸い取られてしまいますよ。チューチュー、電気おいしい。ピガジュー、ムカジュー、ムカで電気銃みたいな。え、スーパーマリオオデッセイ缶。大丈夫、今回のマリオは高さは大丈夫だ。ソニックに出て、あ、お前か。リン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 、でで、いっちゃ、そこだ。止まってる時が一番狙いやすい。そこだ、チャンス、狙いどう。時空の狭間に逃げた。なんかビームっぽいの撃ってきそう。ビームじゃなくて自分が来た。こいつ、なるほどなるほど、そのライン、そのライン超えちゃいけないライン考えろよ。これキャプチャー外した方が逃げるの楽だよね、普通に考えて。こうやった方が絶対余裕で逃げれるよねっていうのはあるんだけど、まあまあどうせまたすぐ乗らなきゃいけないのも分かってるし、買わせるんだったら乗ったままでいいか。こういうのって3回だよね。これは撃ったら消せる、消せる消せる。長くなってない？撃ち落とせ！撃ち落とせ！直接攻撃！その程度の攻撃は私には通用せんということを理解してもらわねばならんな。回復回復。いったー、止まれ、ラスト、ぶったばれ。あれ2回で終わった。だいたい3回だと思うの。もう1回来る。あー、
おかしいな、3回目がなかったぞ。これで6個目。なんかすげえマリオがツヤツヤ、すごいテカってた。雨でも降ってたのかい。ニューダンクシティ封鎖中。ニューダンクシティ封鎖できません。